Just as I am。 今日は31歳の経営者、女性起業家を育てるコンサルタント、山本社長こと山本周平さんと飲みながらざっくばらんにラブ&ピースの対話をしてきました。山本社長です仕事は起業したい会社員の人とか、あとは自営業で売り上げを上げたいって思ってる人に、うん、集客とセールスを教える仕事をやってます。就職とかしなかったんですか？就職してないんですよ。最初は何の事業やってたんですか？最初僕がその完全歩合制の営業をずっとやっていて、営業がまあ得意になったんですよ、はい、そしたらなんかそれを教えてほしいって言われる声が出てきて、半年間営業のやり方を教えるっていう、そう、別のね、起業したい人とか限定してたわけじゃないんですよ。すでにこう自営業やってるけど、はい、なかなか売れないっていう人に対して、うん、どうやったらあなたの商品がもっと売れるようになるのかっていうのを教えるのを22でやり始めましたね。売れるようになるスキルとか、はい、集客スキルとセールススキルをどうやって身につけたんですか？最初営業はもうその営業の先生がいて、21の時にこうやって、はい、コミュニケーション取ったら信頼関係ができますよとか教えてもらって、で完全歩合制の営業でやる、その繰り返しですね。そうで集客、まあ一応教えてもらったんですけど、最初集客を本格的に勉強したのはでも2年前ですかね。2年前ですか？そう、2年前。うん、それまでは、それまでは何でしょう、本当にひたすら出会い系アプリでメッセージを送りまくったりとか集客とは言えないですね。そう、本当にもう人海戦術みたいな発想が面白いなって思うんですけど、はい、小さい頃からそういう夢があったんですか？20歳の時にその大学行くじゃないですか、はい、で、収録で鍋パーティーやってたんですよ、僕。収録で？そう、で愛知県の豊橋市のすごいど田舎出身 で、はい、で大学に1年浪人して入りました、うん、横浜に行きました。めちゃくちゃ楽しいんですよね。でみんなが帰っていった後に一人で片付けをしている時があったんですね、はい、で鍋をやってたから鍋底にこびりついたチーズリゾットの焦げをこうやってゴシ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 こすってたんですよ、はい、そしたらなんかふとあれ、なんで俺こんなチーズリゾットの焦げをこすってんだと思って、あんだけ一生懸命浪人して勉強して入ったのに俺何のために大学に来たんだっけって思ったんですよ。二十歳の冬ですね、はい、そう、その時になんか言われたように生きてきただけだなと思ったんですね。そう、別にそれを言われたように生きてきたことが別に嫌だったとか後悔とか全然ないんですけど、うん、自分の頭でこうなりたいからこうしてきたみたいな選択をしてなかったんですよ。両親が学校の先生だったので、はい、そう、その学校の先生のこういう風に生きようねみたいな疑いもなく言ってきて、あれ、なんかこのまま普通に就職、3年生までやって就職活動して就職してってなったらなんか怖くなったんですね。幸せに死ねないと思って、なんかその恐怖心があったんで僕起業したんですよ。今まで経営をずっとしてこられて、その中でなんかこう一番辛かったことってどんなことでした？僕がやっぱこう人生のターニングポイントになりたいっていう思いで教える仕事をやってるんですね、で自分自身の人生を振り返った時に僕の人生のゴールはお葬式なんですよ。お葬式の時に、山本さんに出会えてよかったっていうふうに言ってくれる人が地球の裏側にいたとしてもですね、来てくれるようなそういう生き方を僕はしたいんですね。がむしゃらに努力はできるんだけど、やっぱ正しい方向性を教えてもらわないと成果出せないんですよ。部活動もそうだ、野球部だったんですけど部活動もそうだし、勉強もそうだし、企業もそうだしっていう、でそれを変えてくれたのがやっぱり数々の先生たちなんですね、自分自身が提供したいって思ったことを届けて人生変えてもらいたいんですよ。けどやっぱ辛いのはですね、お金を払ってよし頑張るぞと思ったんだけど、途中でやっぱり離脱してしまうお客さんが、やっぱその努力が続けられなかったりとか、相性が合わなかったりとか、いろいろ理由はあるし、僕の、ね、教え方がまずかったかもしれないんだけど、努力を続けていれば人生が変わったかもしれない人の、人生が変えられないなって思って、いろんな人がやっぱ離れていった時があって、それは結構やっぱ来ましたね。
もちろんなんかお金がきつい時っていっぱいあったんですよ。2年前倒産しそうになったりとか、うん、うん、でもそれは自分自身の問題なんで、それよりもなんかこう力になりたいと思っているのに力にならなかったっていう、はい、うん、それが辛かったですね。倒産しかけたっていう時から今もうすごくいい状態じゃないですか、うん、はいはい、どうやって挽回していたんですか。いろんなことがあるんですよね。ただ抽象的な回答で言えば、まず努力の方向性を変えたっていうところ、はい、うん、力を入れるところを間違えてたんですよ。一つ言うのであれば、本当に自分の商品を喜んでくれる人は誰なのかっていうのを、あの、絞れたってことですね。根本的に教えているのは、僕は人の心を動かす力っていうのを言ってるんですね、はい、人の心が自発的に動かせるようになったら、ビジネスはうまくいきますよと、うん、でそれは営業もそうだし、集客もそうだしって、うん、根本的には変わってないんですよ、商品の中身っていうのは、はい、けれどもずっとこう売り上げが上がり続けてるのはなぜかって言ったら、うん、その商品を一番喜んでくれる人がやっと分かったんですね。そうだからさっきとは対照的に、今まで途中で離脱してしまったりとか、はい、一緒に切磋琢磨できなかったのに対して、今のお客さんたちっていうのは、うん、本当にやっぱり喜んでくれて、うん、価値を感じてくれて、すごい頑張ってくれて、うん、なんかすごいめちゃくちゃ良かったなと思いますね。山本社長見てると、うん、なんかエンターテイナーだなっていうふうに思うんですけど、うん、やっぱり人を喜ばせることだったりとか、うん、人の心を動かすってさっき言ってたけど、はい、やっぱり私も歌を歌ってたりとかして、うん、みんなが感動してくれる瞬間だったりとか、はい、が一番嬉しいし、うん、まあ、みんながみんな感動しないと思うんですけど、一、うん、人でも感動してくれる人がいたら本当に嬉しいし、うん、はい、なんかそうやっていつもお客さんのこと考えてるなって思うし、うん、あ、次どんなことしたら喜ぶのかなとか、うん、あ、どんなことしたらこの人の役に立てるのかなっていうことを、うん、なんかいつも考えてる人なのかな。ああ、まあ、冗談であり本音でもあれば、僕女性が好きなんですよね、うんうん、女性が好きで、なんかやっぱ自分の感性が結構女性に近いなっていうのを最近すごく感じるんですよ、うんうん、男性の社長とかこういうお仕事やってる人のいいって思うことと、うんうん、僕が思うことがやっぱちょっと違ってですね、だから価値を感じてくれるのも女性で、うんうん、好きな女性が喜んでもらうためには全力で頑張るみたいな、うん、売上を上げるっていうことだけをその過去はやってたんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、ね、お客さんになってくれた人に対して全力でもう成果を出してもらう、うんうん、本当に喜んでもらうっていうところに集中をすると、うん、やっぱなんかすごい売上が上がってくっていう、ね、うん、喜んでくれて、そうだからもうとにかく僕の講座は楽しいんで、うん、お客さんからクレーム出てるんですよ。え、どういうことですか。楽しすぎて寝れませんっつって。え、そうだからアドレナリンがもう出すぎちゃってすごい、そう寝れなくて、なんか3時間しか寝れないんですよ。寝てくださいっつってですね、はい、面白い。そうこれから先どんな風な、うん、ビジネスって展開していきたいと思いますか。いい質問。ちょうど最近すごい考えていて、うん、今まではどちらかというと自分自身の、うん、働き方とか、はい、そういうことを中心的に考えていたんですけど、うん、結論も僕は満たされたんですよ、僕自身の、うん、ね、お金と時間と場所と仕事、お客って僕が言うんですけど、うん、それは全部満たされたんで、今はいかにお客さんの働き方を変えるのか、うん、まあ、女性が多いんで、うん、独身の女性もいるし、うん、ママもいるんですけれども、女性っていうだけで、まあ、結構制限されることが多いんですよね、うん、うん、それこそお子さんができると今まで独身で自由にやっていたのが、うん、ね、子供がいるっていうだけで男性とは違って、うん、例えば早く帰らないといけないとか、うん、働くのが制限されちゃったりとか、うん、ね、一回辞めると再就職しにくいとかって、うん、うん、あれなんか子供は可愛いんだけど、うん、私の個人としての自分の人生って全然何もないやみたいな、うん、そういう風に悩んでる方結構多いんです、うん、すごい頑張り屋さんですよ、もともと営業職ですごい一生懸命やっていたんだけれども、まあ、素敵な出会いがあってお子さんが生まれて、うん、でもなんか人生うまくいってないとか、うん、不満があったりとか、あとはそのシングルマザーの方とも結構いるんですね、お客さんに。でも普通にね、食っていかないといけないから、うん、でも正社員にはならない、パートアルバイトしかできない、パートアルバイトだけだと
あの収入も限られていて、うん、で好きなこともさせられなかったりとかってやっぱ多いんですよね、うん、その中で努力の方向性を僕が変えたように、その人たちもできる努力っていうのをここだっていうところにすることによって働き方を変えて、うん、まあ、具体的な目標で言うと、あの時給5000円ぐらいにもらえるような人材に育てたいんですね、うん、まあ、どういう基準かっていうと、はい、まあ、朝の、保育園を送り終わった後の朝の10時から迎えに行くまでの15時とか16時までの5、6時間ですね、うん、まあ、5時間としたら週5働いたら 5×5 で25時間じゃないですか、1週間 で、はいはい、でそれを4週間働くと100時間なんですね。そう、100時間働いて月、ね、50万すなわち時給5000円ぐらいの働きができるような、うん、そういう、それをあの僕が払うのではなく、もちろん僕も支払いするプランもあるんだけれども、うん、僕だけではなくて、うん、世の個人や法人とか個人事業主とか、うん、いろんな中小企業の人たちが、うん、ね、その僕のお客さんがいることによって売り上げが上がるとか、うん、あとはなんかその業務の改善ができるとかで、うん、ね、いろんな仕事をもらえるようになっていって、うん、例えば5万円のあの毎月5万円あなたお願いしますっていう仕事が10社いればそれで50万じゃないですか、はい、そういうふうにですね、女性の働き方も変えながら、うんうん、間接的にというかその世の中小企業に対して、もっと売り上げを上げるお手伝い、世の中にある素晴らしい商品やサービスすごいたくさんあるんですよ、はい、けど集客もできないセールスもできないっていうのが理由で届いてなくて、うん、届いてなくて結局そのお客さんも悲しんでるわけですね、うん、素晴らしい商品をお客さんに届けるっていうことに対してお手伝いもしていきたいし、うん、優秀な人材たちをポン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 輩出していって、で彼女たちもすぐ満足度が高いですね、うん、働き方が変わって在宅で、ね、時間の自由もできるしお金の自由もできて、もっといろんな新しいことができるっていう、まあ、対社会に対して女性たちの働き方を変えるっていう貢献もできるし、世の中小企業とか個人事業主とかいろんな起業家さんとかで困っている人たちを助けることもできるみたいな、そういうやりですね。楽しみですね、はい、なんか山本社長の話聞いてるとすごい未来が明るいなっていうふうに感じるんですけど、うん、はい、そんな山本社長が、うん、考えているラブ&ピースとは、はい、僕自身がそのたっぷり愛情を注がれて育ったんですよ、うん、両親に、うん、そうだからなんでしょうね、その昔から大学時代からお父さんお母さん産んでくれてありがとうって僕は言ってたんですよね、うん、そう、いや本当にマジで人生楽しいわみたいな、だからこそ人に愛を注げるんですよね、なんかそれはいろんな家庭があって、それが当たり前だと思ってたんですけど、大学に行ったりとか社会に出るとそうじゃないっていうのを思えたんですね、うんうん、大人になってからの選択を変えることによって人生が変えられるんだよっていう、まあ、そういう愛をあの注いでいきたいし、うん、はい、ピース、平和とかあんまり正直考えたことないんだけど、うん、両親からすると生きているだけで価値があるって思われるかもしれないんで、僕はそう思わないんですよ。生きているだけではあんまり価値はなくて、うん、やっぱり世の役に立ちたいなっていう、うん、その生きている感じがするんですね、世の役に立っていると、うんうん、そう、まあ、平和につながるかは分かんないけれども、ね、自分自身が生きることによって仕事をすることによって喜んでくれて、うん、笑顔が増えていくのが僕にとっての平和というか、やっぱね、いろんな戦争とかあったりしますけど、結局一個人でできることって限られてるので、はい、全世界の人を救いたいわけではないんですよ、うんうん、それは救える人と救えない人がいて、うんうん、救えない人に対して自分が何もできなくて自己嫌悪になる必要はないと思ってるんですね、はい、うん、自分自身が助けたいなって思える人を助けるために頑張りたいし、それはどれぐらいの人数か分かりませんけど、うん、そういうふうになんか、社会貢献、平和に貢献できたら嬉しいなと思ってますね。山本社長にとってのラブ&ピースとは、人の役に立って社会に貢献し、そこに愛を注いでいく、これから輝く女性がたくさん育っていくんだろうなというような希望が持てる楽しいお話、ありがとうございました。ではでは、また飲みましょうということで、 See you soon!